皆さんこんにちはマーケティング研究室のハングイシニチです今日は心スタイルネーミングというタイトルで研究についてお話します2つテーブルがありますどっちかがミルでどっちかがマルだとするとどっちがマルでしょうか考えてみてください 左側の大きいテーブルを丸だと思った方多いのではないかと思いますこの2つの違いは母音ですよね口を縦に開くあとかうとかおっていう母音は頭の中に大きいというイメージを想起させやすいということが知られていますその他にも手をさっと動かすといったスピード感や爽やかさは作業またバカとかデブとかブスとか濁音は良くないイメージをもたらしてしまいます その他にもなんだか気持ちのいい五感をもたらすものとして韻を踏むことがありますセブンイレブンやめられない止まれない記憶しやすいですよね頭に残りやすいですその他にも七五調がありますイボノイと示しましたけれども他にもお相撲さんの名前キセノサと五文字ですよね日本の伝統的なニュアンスを伝えることができます他にも亀田のあられおせんべいといった喋って気持ちのいいリズムを伝えるということも七五調の役割の一つです 五感の他にもネーミングの要素いろいろあります。見ていきましょう。まず、マキアージュ。これは化粧品のブランド名です。かっこいいですよね。音もかっこいいし、大文字と小文字の混ざり具合、見た目もかっこいいです。ただ、マキアージュ、意味ご存知でしょうかこれ単に化粧っていう意味らしいんですけども、意味が伝わらなくても、かっこいいというイメージがしっかり伝わるネーミングということが言えます。熱魂と、かっこよ ないかもしれませんけれども熱を冷ますんだっていう使い方がすごくよくわかりますよね特徴や使い方アピールポイントがしっかり伝わるネーミングということができますオルナミン c は説明されなくてもビタミン c が入ってると思ったのではないでしょうか成分が込められたネーミングです マリモ洋館マリモが入ってませんよねマリモは入ってないんですけど見た目がマリモっぽいのでマリモ洋館というネーミングになっていますこのようにネーミングの要素いろいろあります <music> ここからイチゴの品種のネーミングを分析していきたいと思います皆さんいちごにどんなイメージを持っているでしょうか力強い優しい男性的女性的いろいろありますよねいちごどんなイメージを持っていますか 2つこれから品種を見ていきたいと思います。1つ目が土地乙女です。土地乙女については全国で一番いちごをたくさん作っている栃木県が作った品種です。なので土地という言葉が品種名に含まれています。その他にもイチゴは女性的なイメージを持たれることが多いので乙女という言葉が品種の中に入っています。 また栃木県は栃とめを作った時に他の県にも栽培を許諾して作ることを許して東日本の標準的な品種になっています。日本で一番たくさん作られているイチゴの品種が栃乙めです。2番目にアマオウです。アマオウは品種の名前ではなくて実は商標なんですけれども赤い、丸い、大きい、うまいの頭を取ってアマオウです。ただ皆さんの頭の中には 甘い王様のイメージが浮かんだのではないでしょうかはじめに申し上げた五感がありましたよね口を縦に開くアウオという母音だけでできているので力強いイメージをもたらすと王様がマッチしていますそういったネーミングですアマオオは福岡県が作っているんですけれども福岡県は土地乙女のように他の県に栽培を許諾しませんでした福岡だけで作るブランドとして育てていこうという戦略を取っています 続いてこのネーミング消費者の調査を用いて分析していきます。上に行けば行くほど個別の評価項目が伝わっている。右に行けば行くほどいい名前だという相互評価を押し上げる効果があります。見ていきましょう。土地をとめです。土地をとめの場合には親しみがある、作ったところがわかる、それからかわいい、かわいらしい、こういったものが上にありますよね。消費者に伝わっています。また、かわいい、かわいらしいというイメージは右にありますので、 いい名前だという相互評価を押し上げています栃木県や女性的なイメージ親しみといったことが消費者に伝わっているネーミングということが言えます続いて天王です天王甘いという味が入っていますよね美味しそうという評価がされています他にも王様の王なので力強いという評価です力強さそれから味による差別化のアピールが消費者に伝わっているネーミングということが言えます ここまで見てきましたようにネーミングと産地の戦略というのは密接な関係があります。マーケティングにおいてネーミング非常に重要な要素の一つというふうに言えるのではないでしょうか。以上です。ありがとうございました。